張してきました。こんにちは、はじっこです。ちょっとお久しぶりになりました。1年ぶりぐらいかな。そう、私ちょっと最近目の手術を受けたんですね。レーシックの次の新しい手術を受けてきたんです。で、その手術 ICL というんですけれども、すごく面白かったのでご紹介したいと思います。じゃあ早速行ってみよう。私視力 0.1 で結構悪かったし、普段長時間あのパソコンだったりを見ることが多くて、コンタクトのくすみなども気になっていたので、この手術を受けてよかったなと思っています。はい、早速検査を始めていますね。検査ない。で、スポンサー一切ない動画なので、メリットもデメリットも含めて純粋なご紹介をしたいと思います。角膜的プライバシー、目の角膜の形だったり、この厚さだったり、これ細胞ですね。角膜の細胞ってこんなブツブツしてるんですね。どうもお調べします。はい、すごいかっこいい。この数値かっこよくないですか。はい、ちょっと SF チックな感じで、かっこいい。世界地図みたい。これが角膜の厚さと入る場所の位置を、こういった感じで手術を受ける前に事前検査が2回ありましたね。大きさを調べしています。僕です。で、適正検査になるので、角膜が薄すぎたりちょっと病気があったりしたら、ストレートにすぐに受けられるかどうかわからないということで、私が受けたこの病院では適正検査は無料でした。お願いします。事前検査なのにこんなに本格的に手術室に入ってまで検査するんですね。で、これが本物です。こっちがバージョンね。はい、こちらのバージョンです。こんなにちっちゃいの、本当に目の中に入るレンズって、もうこんなサイズ。当日は1時間おきに点眼しなきゃいけないんで結構大変です。あ、そうなんですね。はい、で早速手術の日がやってまいりました。やっぱり朝が一番緊張しますね。いや、でも受ける直前が一番ドキドキしたかな。翌日は1時間おきに5分ごとに3種類で、それ以降は1週間1日4回。いよいよ本番です。手術の時間がやってまいりました。そろそろ緊張してきました。緊張してるよ。全然緊張感ないんですけど。そうなんですよね、なんかまだ逆にしてなくて。いや、怖くないって言ったら嘘になりますよね。でも手術を受ける前後、やっぱり待合室にもたくさん手術を受ける同じ仲間というか人がいらっしゃって、ちょっと安心しました。こんな風に先生の声掛けを聞いたりしているうちに、あっという間に手術が終わりました。なんていうか、押されてる感じはあるんですよね。痛くはないんですけど、なんか押されてる不快感みたいのもあって、あー、なんか早く終わんないかなって気持ちでいたら、すぐ終わったという感じです。麻酔も効いているし、一応いたっていう瞬間はないんですよね。顔外してください。シーツ綺麗に塗ってるけど、まだ今1時間経って充血炎症もあるから、まだなんとなく見える気がするんだけど。
ちょっと左右差があって、これは心配ないかな。1時間ごとの水をしっかり使うと、明日朝起きた時にかすみ取れてきれい。これは3週間後の事後検査ですね。シートがずれていないかとか、炎症が起きていないかとかをチェックしているようです。でこの時点でもう目の視力の検査をしているんですけれども、もう手術の翌日から視力が良くなったのを感じているので、余裕の表情です。はい、視力の安定してますね。はい、レンズの固定状態とは特に問題ありませんでした。3ヶ月目ぐらいの目安に、そしてその後も使う、目薬をもらったわけですね。これは3ヶ月後の私ですね。肝心な見え方はもう今すごく綺麗に見えているし、裸眼で過ごせるっていうのがこんなに楽なんだなと思って、コンタクトみたいに夕方に曇ってきたりもしないし、でね、寝る前にコンタクトを外さなくていいんだと思って、未だに驚くぐらい楽です。生活がすごくいい感じです。はい、はい、じゃあそんな感じでまた。手術前が左で、手術後が右、ビフォーアフターとなっています。はい、というわけで手術が無事終わりました。もう終わって何ヶ月経つのかな、あ、6、7、8、9、そうですね、もう3、4ヶ月経っているんですけれども、ものすごくはっきりやっぱり見えるし、ちょっとコンビニ行くにも、ちょっと旅行でバタバタしている時もコンタクトを大量に持たなくてよかったり、もうメガネをかけずにさっと出れたりとか、コンタクトまた買わなきゃみたいな、注文しておかなきゃみたいな煩わしさもなくなったし、とても快適です。で、メリットはこれだけたくさんあってもう説明しきれないぐらいなんですけれども、一応デメリットはないのかということで、まず料金が高い。そう、1年間に使うコンタクトレンズ代金をトータルで考えると、長い人生で見ると金額的にはむしろお得だったんだなと思います。のと、あと2つ目、それまで使っていた、買いだめしておいたコンタクトレンズが全部無駄になる。これ全部、あー、もったいないけど、それは嬉しい悲鳴ということで、はい。で、3つ目なんですけれども、ちょっと暗闇というか夜道で見る光にちょっとだけフレアが映ることがまだあります。で、手術直後に比べたら軽減したんですけれども、そうですね、普段生活している分には昼間とかも全然気にならないし、本当に夜中光がたくさんあるところでちょこっと見えるって感じですね。夜のドライブが好きな方、ものすごいなんか日課にしている方とかは、一応念頭に置いといた方がいいかなと思います。その点はお伝えしておきたいです。で、そんな感じでもうトータルで言うと私はすごく満足しているし、やってよかったなと思っています。裸眼だとやっぱり目も曇らないし、快適だし、荷物もないし、お金もかからないということで、とてもおすすめです、個人的には。はい、というわけで楽しんでいただけたでしょうか。なんかまた面白いことあったら共有したいと思います。こんな感じで、じゃあまた。